本日はミュージカルモーツァルト東京公演千秋楽ご観劇いただきまして誠にありがとうございました。東京公演千秋楽を迎えてひとまずホッとしております。今日は東京千秋楽ということで特別に山口雄一郎さんと市村正親さんにご挨拶いただきたいと思います。まずは本日の古川雄太さんモーツァルト東京公演大千秋楽にこのように多数のご来場を賜り誠にありがとうございます。そして今日これから大阪名古屋は続きますがこの帝国劇場でまた新しいプリンスが誕生しました。これからも僕たちの仕事を作るためにいろんな対策の主役をやっていくと思います。ぜひ頑張っていただきたいと思います。そして昨日から今日にかけてよく考えてみました。この作品でどうしてこんな素敵なプリンスが誕生するのか次々と。それはこれから私が紹介させていただく大先輩が稽古場でそして舞台上で役者としての本当に生き様を目の前で彼らに示していたからなのではないかと思っております。それでは紹介させていただきます。我らが人間国宝市村正親。モーツァルトという作品は、私の俳優人生の中で、大きなきっかけとなった作品です。長い芝居生活の中で父親の役をやったのはこのモーツァルトの作品が初めてで、ここから私のパパ路線の芝居が、どんどんこう進行しております。ちなみに雄太君っていうのはうちの長男も雄太で同じね雄太でいつかこのようになってくれたらなとちょっと本当のお父さんやれるからねそれまで一生懸命頑張りたいと思います。まあとにかくモーツァルトは雄一郎が出てる限りは僕も最後まで参加しようと思います。幸子さんありがとうございました。ミュージカルモーツァルトカンパニーはこれから大阪そして愛知と公演を行います。それぞれの場所でそれぞれの方に、より良い作品を楽しんでいただくべく、これからも、日々精進していいものを追求していきたいと思っております。そして、大千秋楽まで誰一人欠けることなく、笑顔で終われるように、頑張っていきたいと思いますので最後まで応援よろしくお願いいたします。本日はご参加いただき誠にありがとうございました。
ありがとうございました。本日はありがとうございました。